演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらマクドナルドのお月見4点セットを食べたいと思います。こちらマックフルーリー月見、ふわとろ月見、チーズ月見、月見パイですね。月見バーガーは以前食べたことあるので今回は省いています。それではチャンネル登録よろしくお願いします。フルーリーが溶けるの嫌なのでもうちょっとで食べちゃいますね。それではまずチーズ月見からいただきます。チーズ月見バーガーといいますか、チーズがちょっと、まあ、美味しくはあるんですけどね。はい、お次は濃厚ふわとろ月見で、ちょっとでかくないこれ。どこがふわとろなんだろう。ではいただきます。確かにバンズはふわっとしてるけど、とろはやっぱりどこにあるのかな。名前負けしてる。続きましては月見パイ。どんなパイなのかな。お月見しながら食べるパイという感じになりますが、ではいただきます。さっくりパイと白玉がよく合いますね。こういうの本当に好きです。もっと大きなサイズで食べたくなるな。ラストはこちら月見マックフルーリー。でもどういう要素だなって月見って呼んでるのかって、まあ、食べてみれば分かりますかな。ではいただきます。マクドのお月見ってこんなに美味しいものだったんですね。本当に嬉しいです。このフルーリーがよくいいですね。あ、でもパイの方がいいかな。ん？どちら？最初に食べたチーズ月見は目玉焼きの風味はしっかりあって美味しかったんですけど、チーズは、ちょっとどこにあるのかなっていうような感じでしたね。なのでチーズと表題にするほどではないかなと思えてしまったのがちょっと残念でしたね。名前負けしてる感がありますので、こちらも点数とさせていただきます。そしてこちらのふわとろ月見、確かにバンズはさっきのチーズ月見のバンズと比べるとふわっとした食感で結構ボリュームもあって美味しかったのですが、これもちょっと豆腐の要素が少し弱い気がしましたね。チーズなのかそれとも卵なのか分かりませんが、もうちょっととろけるような味わいをしてほしかったなということで、こちらの点数を見つけました。そしてこの月見パイ、サクッとしたパイの中に入っているあんこと白玉のバランスが良くて、ちょっと食べたい時なんかにいいですね。白玉がお月見っていうのはウサギが月で餅つきしているイメージなのでしょうか。ちょっと疑問がありますけど、まあ、美味しいのでこちらの点数を見つけました。そしてこちらのマックフルーリー月見、これはキャラメルのような香ばしい中に先ほどのパイと同じで白玉が入っているんですね。なので白玉のもちっとした食感がいつものフルーリーとは違う変化があってとっても美味しかったです。ちょっとザクザクとしたナッツとかも入っているのでザクザク食感も味わうことありますね。個人的にはフルーリーが今回一番好きでしたのでこちらのテイストとしてもさっきはさっきのパイかな。というわけでマクドナルドのお月見、今年は堪能させていただきました。また来年も出るのかな、パイとフルーリー。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。